とっても貧弱勇者2実況プレイ始めていきたいと思います。前回どこまでやったっけな、忘れちゃったや。とりあえずロードしてみよっと。どこまでやったっけ？あ、そっか。王に謁見する前まで行ったんだ。で、王に謁見しようってやつだ。さあ、謁見しようか。やあ、王。そなたが勇者か。クノール王、だいぶ勇ましいな。よくぞ参った。すでに聞き及んでおると思うが、魔王の奴がまた動き出したようだ。このまま勢力を強められては厄介。そこで勇者の出番というわけだ。なあに、勇者がいればこっちのもの。やられる前にこちらから滅ぼしてしまえばよい。あ、なんかこの王めちゃくちゃ強いみたいな噂になってたよね、街で。魔王は東の地に城を構えておる。頼んだぞ。そんだけ？オッケー。行ってくるわ、じゃあ。あ、これ以上奥は。え、そんだけかい？まあ、もう一回喋ってみるか。面白いから。ああ、まあ、そんだけね。オッケーオッケー。東の地ね。とりあえずめちゃくちゃ貧弱だから、やばいよってやつ。これセーブオン。ああ、そういうことか。上がってきたってことか。行ってみましょう。どうなんのかな？東の地か。東の地ってどっか。ああ、そっかそっか。なんか誰かが足止めしてたけどってやつだね。ふふ、ついに死ぬことなく王に挨拶できたな。何かすごいことを成し遂げたかのような言い方。だけどまだ王様に挨拶しただけじゃない。そうだね。むしろこれからが冒険のスタート。なんだからしっかりしてよね。もちろん。ああ、目指すは東の地だったな。気合を入れていこう。あ、でも力みすぎて死にそうだからやっぱりほどほどでいいわ。マーシャは優しいな、いつも。さあ、どいてくれ。おお、お前が勇者だったのか。王から聞いているぞ。気をつけていけよ。ありがとう。じゃあ行ってくるね。お前はついてこないの？まあ勇者にそんな心配は無用か。ごめんな。俺勇者だから、そう簡単に死なねえから。貧弱とはいえ。なになにこの。ここは毒沼の森と言われている。東に抜けるにはここを通るしかないが、名前の通り毒の沼地だ。厄介だ。まあ中に入っても少々ダメージを受けるだけで進めなくはないんだがな。ああ、少々ダメージを受けるのが勇者としては死んじゃうんだ。ハロルドは 沼地に踏み入れた。早、勇者ハロルドは死んでしまった。まあ、ここはね、こういうもんだもん、この勇者って。だから毒に触れられない。この木枯れてるわね。ちょっと待ってて、これくらいなら。マーシャはすごいね。これでよしと。何が起こるんだろう。何君。そこに結界があるでしょ？かなり昔からあって、誰が作ったかもわからないけど、魔物や害のあるものを寄せ付けないらしいわ。そりゃ最強だね。結界がある。この中は安全だよな。勇者を待機させますか？そんなことできるんだ。めっちゃ楽かよ。あ、一応ダメージを受けるんだな。勇者待機させずに行かなきゃ。あ、そういうことか。なるほど、なるほど。ここを通らなきゃいけないか、待機させたんだ。あなたは？モンスターの種類によって弱点があるみたい。この辺だと植物系が多いからやっぱり火に弱いのが多いみたいよ。なんかもう、こういう普通っぽい話に感動すら覚える。確かにね。何、普通の RPG 始まんのってちょっと思っちゃったもんね。HP、MP 全回復、すごいな。めちゃくちゃいいやつじゃん。金の女神像は神からの恵み。祈ると力が湧いてくるのよ。ああ、そうなんだ。今祈ったんだ、俺は。何、お前。まあ、マーシャ様にかかったら、お前なんて、病も病よ。マッドプラント。だいぶえげつない雰囲気。マーシャさん、かわいい。ファイヤーだよ。マーシャのファイヤー。行ったれ行ったれ。必殺技は覚えてないもんね。ファイヤーで、徐々に、ってことね。マーシャはかわすしね。あと、かわすし。意外にそこそこ強くてビビった。木材を手に入れた。あ、ヒーリング覚えた。やった。邪魔よ。もうね、実際マーシャ一人で魔王を倒しに行った方が早い気はするけどね。邪魔よ、あんた、みたいなね。普通のアドベンチャーゲームみたいになってきたな、なんか。マジックウォーター。何それ。MP200 回復する。すごい。あ、またいんの？
なんか、お、お、何何、全然読んでなかったわ。なんなんだろう。なんか普通のゲームになってきたな、急に。もっと、終始バカなのかと思ったら、こういうちゃんとした下りもあるんだね、一応は。さしね、薬剤のね。よっしゃ。マーシャは強い。木材どんどん手に入るけど、何、木材何に使うんだろう。とりあえずヒールで回復しとくか、一応。あーでも金の女神像がいるかもしれなかったから。まあいい、どっちでもいいか。なるほどね。この枯れた木はマーシャで壊せるんだ。わあすごい。もうノーモーションでいけんだ。妖精の帽子。一応装備しとくか。何このちゃんとした RPG。まあいいか。進んでこう、どんどん。バカゲーの要素、もう5分ぐらいないんじゃない今のところ。もう怖っ。全部壊しとくか。おら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 。誰が薬剤かわかんねえわ。宝箱も取っとこっと。ポーション。おら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 。もうすごいもんね。火事になるぞ。ああ、マッドプラント2体出てくんのね。まあ、2体出てきたところでだい。こっちはマーシャぞ。マーシャ倒せんのかお前。絶対あれでしょ、魔王たちからも勇者よりマーシャの方が恐れられてるでしょ絶対。魔法を使いっぽい女の子来たら気をつけな。勇者に従えられてるようで勇者を従えてくからさ、あいつめちゃくちゃ強いから近寄るのやめときなつってなってるでしょ絶対。小学校で習うレベルでしょ多分魔王の。木材めっちゃファイヤーストーム。全体攻撃っぽいな。え、いいのこれ。なんか普通の RPG っぽいな、マジで。どんどん来るやん。いいか、いいか、本当に。ファイヤーストーム。もう、どんどん強くなるな、マーシャだけ。なになになに、マーシャには効かないもん、ほら。あ、幻惑状態になった。どういう状態？マーシャ様がまさか死ぬなんてことないもんね。あのマーシャ様が。強いもん。木材すげえ手に入るじゃん。何？木材は何に使うの？最近森を荒らす獣が出るのよ。手当たり次第暴れるもんだからほんと困るわ。やった、全回復だ。何何？これ普通の RPG でいいの？これ。あー、獣カバーじゃん。めっちゃ暴れてんじゃん、お前。びっくりした。なに、めっちゃ来るじゃん。ベヒーモス。俺が知ってるベヒーモスと随分違うな。まあまあ、マーシャ様にかかりゃベヒーモスなんて、ちょいのちょいでしょ。ちゃんと、マジでゲームしてるな、今のところ。なんかそういうバカな要素全然ないけど。これ多分あれでしょ、ちゃんと、あ、マージ反撃もできんのか、優秀かよ。ちゃんと、あれでしょ、回復とか入れないと勝てないよ、みたいな。そういう感じでしょ。マーシャすごいな、ほんとに。いいか、そろそろ回復入れた方がいいか、まあ、もう一旦待つか。割とやばいもんね。お、すっげえ危ねえじゃん。会心、何？反撃が会心の一撃って何？サンダーボルトすげえ技覚えたな。ふう、こんなのがいるなんてさすがにびっくりしたわ。だいぶ進んできちゃった。そろそろ森の出口よね。勇者はあのままにできないし、何か考えないと。そうだね、毒だしね。マーシャ HP9 だけど、まあまあいっか、スキル使っとくか。ヒーリングで、お、めっちゃ回復するな、ヒーリング。あー、何か考えるんだ。まあここに入るんだろうな、多分。おー、何何何。特に何も。まあまあ、あ、宝箱だ。大工道具。ん？それが気になるのかい？それは昔わしが使っていた古い道具だ。ちょっと気安く喋りかけないでくれる？良ければ持って行って構わんぞ。お前さんは恩人だからの。ああ、熊の下り？熊つうか、ベヒーモスの下り？これでようやく仕事に戻れるわい。まあよかったね。まあまあ別に、あんたのためにやったんじゃないわよ。お、なになになに？ああ、つなげるんだ、木材で。あ、あそこに見えるのは。いいこと思いついちゃった。今まで手に入れた木材と大工道具、これがあればもう何 DIY もできるの。何でもできるかよ。フランキーかお前は。
うん、これでいいわね。いやいや、どんなんだよ、お前それ。2週間ぐらいかかりそうだぞ。最低でも作るのに。2週間どころじゃないのかな、全然詳しくないんだけど。マーシャブリッジが開通した。すごいね。まあ、マーシャも喜んでるようで、何よりだよ。マーシャブリッジ、作者からのコメント。貧弱な人でもこの森を抜けれるように作りました。素敵かよ。素敵。勇者置いていけないわ。もう、どっちが勇者かわかんねえわ。勇ましいものだな。本当に。行くわよ。勇者を加えますか。勇者を加えるっていう選択肢があるんだもん。だって。勇者が加える側じゃないんだもん。勇者を加えるゲームだもん、これは。まあまあ、二人で行こうか。こんな、だらしなくはないんだけどね。情けない勇者を連れて行きましょう。オッケー、なんとか第一関門突破だな。お前何もしてないけどな。やったね、私が。その通りです、マーシャ様。勢いに乗って進むのがいい、もういいが、さすがに少し休憩した方がいい気もするな。この近くに冒険者の宿があるわ。今日はそこで泊まっていきましょう。いいの、マーシャ様と一緒に一夜を過ごして。まあまあ、冒険者の宿だから死ぬことないんだろうな。ものすごく強い勇者様が魔王討伐に旅立ったらしい。魔王もそんな強い勇者と一緒の時代だったのが不幸だったな。なんか話がどんどん大きくなってる。まあまあまあ、マーシャ様は強いから、まあね、プハー生き返るぜ。お、あんたも飲んでっかい？やっぱこまめに水分補給しないとな。ありがとう。井戸水を飲んだ。何何？井戸水だろ？え、なんで？本当だよ。井戸水などをそのまま飲むのは、体の弱い人には危険な場合があります。インフォメーション。体弱いにも程があるだろう。井戸水飲んで死んだって、どうすりゃいいの？あ、だからあそこでセーブ挟んでくれたんだ。入ろう。もうなんかキラキラしてる。とりあえず落ち着けそうなところね。うん。この立地、木に囲まれているのも、障壁になると考えれば悪くない。一方、敵に隠れる場所を与えてしまうのが危険。やはり俺の家のように水に囲まれていた方が、そんなことよりも、もっと気にすることがあると思うんだけど、その通りだよ。まあお前は考え方は勇者。ずっと。ずっと考え方だけは勇者。冒険者の宿ですか？あ、違った。なんで店の人が俺らに聞いてきたのってなっちゃうね。冒険者の宿でようこそ。一晩50ゴールドですが、お泊まりになりますか？お願いします。ご宿泊ありがとうございます。お部屋はどうされますか？2名1部屋。いいの？それで。いいの？こちらが2名様用のお部屋になります。ごゆっくりどうぞ。いいの？部屋にはベッドが1つしかなかった。どうします？二人で同じベッドで寝るに決まってんだろ。その夜。マーシャの寝返り？まさか。ゴロン。ハロルドは寝返りを打った。なんでやねん。ハロルドはベッドから転げ落ちてしまった。バカ。勇者ハロルド。そういう展開を期待してるんじゃないんだって、こっちは。全然期待してない展開だったわ。なんだその展開。何が正解なんだろう。二名一部屋がいいのかな。あー、そっか。さっきやったわ。何や、バカなことやってんだ、俺は。2名2部屋がいいんだろうな。マーシャがベッド、ハロルドがいいから。いや、ハロルドがベッド、マーシャが床で寝るだ。マーシャは何でも承諾してくれるな、その夜。寝返り打って転げ落ちるんでしょ？ハロルドは寝返り打った。バカ。マーシャの上に落ちてもよかったぞ、別に。え、なに？じゃあ床で寝るが正解なのかな？2名、2部屋行こうか。どうなんだろう。寂しくて死んじゃうのかな？その夜。まさか全部寝返り落ちはないよな。まさかね。いや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 、もう全部同じパターンかよ。どんだけ寝返り打つんだよ。いやー、マーシャと一緒に寝たかったけどな。これだったら寝返り打っても風邪ひくだけだもんな。風邪ひいても死んじゃいそうだけど。あー、普通に終わったわ。何もなく一晩過ごしたんだ、二人で。おはようございます。それでは行ってらっしゃいませ。昨晩お楽しみでしたね、みたいなくだりないんだね。まあ、お楽しみじゃなかったしね。さあ行こうか、マーシャ。なんか悪かったわね。俺は壁に挟まれてないベッドに寝ると落ちて死ぬ危険があるからな。あー、なるほど、そうだった。
さて次は山越えだ。ここを過ぎればいよいよ魔王城が見えてくるぞ。割と長いなこのゲーム。また勇者をさ休憩させとくスポットあるじゃん。あんたは？ここは火の山と言われている。そこから上に上がって飛び降りれば先に進めるが結構険しい道のりだぞ。へえ、とりあえずだろうな。ハロルドは飛び降りた衝撃を受けて力尽きた。マーシャあんな清々しい顔してんの。バカ。もう。ああ、やっぱもうマーシャ様しかねえんだな。もうマーシャパートだわ。もう何ちゃんとしたゲームっぽくなってきつつあるよ。だってマーシャのパートは。マーシャのパートはだって普通だもん。普通のゲームだもん。回復しとこうか。めっちゃ回復しちゃったわ。ここで戻るわけでしょ。また敵がいんの？おお、めちゃくちゃだな、お前。それはサンダーボルトだな。雷に弱いんじゃないの？どうせ。お、やった。ガルダ大きく羽ばたいた。大きく羽ばたいただけで？ガルダも強いしね。お、普通だもん。普通のゲームしてるわ、今。まあ、いいんか、それで。バカゲーを求めすぎてんのかな俺は。そういうことだよガルーダの。あ、おお、マーシャ運動神経もいいな。マジックウォーター、あ、 MP 回復するやつね。 OKOK。 じゃあどんどん進んでいこうか。なるほどね。とりあえず登るしかないわな。ガルーダ、コカトリス、あ、よかった。これで倒せてなかったら割とやばかったってやつだね。回復入れます。臨床性すごい下げられるじゃん。でもお前らが与えたダメージなんて一瞬でね、こっちは復活できるんですよ。よし。ブリザード覚えた。やったやった。よしよし。ただワンチャン死ぬ可能性もあるんでセーブしとこうか。おほー、雰囲気変わったな。宝箱めっちゃあるな。ポーション手に入れた。これマグマ入って、ああ、熱いんだ、そこ。精霊の杖。どんどん強くなるな。もう、だって、落ちてるアイテムがマーシャ用だもん、全部。あ、ここはいけないんだ。ダメージ受けちゃったからな。一応、ヒーリング入れとくか。勝てるかな？マグマスライム。全体攻撃欲しいけどな。ああ、敵全体なんだ、ブリザード。すげえじゃん。まあまあまあ、マーシャだからね。まあ、ブリザードだ。凍えて死ねえ。強っ。マーシャは強い。ずっと強いわ。ただ、こんな過酷な道進めるか、勇者が。ああ、もう、ダメなんだね。おお、いっぱいいるな。マーシャは強いしね。マーシャパートは別に実況することないわ。ないこともないけど、ステータスリフレッシュって何？味方一体の状態異常回復。おお、すごいね。もうマーシャ一人で本当全部が完結しそうだな。あんたは？流浪の騎士ね。最近以前にも増して熱いな。あ、そりゃそうだろうな。マグマ地帯にお前住んでんだから。え、何？忍者？何？急に。炎の魔人、やば。めちゃくちゃボスみたいなやつ現れたな。とりあえずブリザード最強説あるな。ファイアストーム、あ、もうしょうもない、そんな攻撃力。マーシャにかかればもう、マーシャだって炎上した、マーシャが炎上した、やばいな。叩かれてんのかアンチに。マーシャは炎上してる、炎上してる。でどうした？新しいアカウントを作れ。マーシャの炎上状態が消えた。割とやばいな、炎上。あ、ちゃんと戦うな。結構やばそうだな、これ。マーシャずっと炎上してるしね。炎上状態消えたの？炎のパンチされてんのに。おーしゃー、倒した。もうね、何のストレスもない、ここまで。ヒーリングプラス。すごいな。これがマーシャの力だ。ふう、なんとかなった。なんでいきなり魔人が暴走してんのよ。ほんとだよね。マーシャじゃなかったら危なかったよ、今のとかも。もう、魔人たら。
厄介なんだから。さあさあさあ、次はどこへ行こうかしら。峠は越えたみたいね。あとは下ればいいだけだけど、勇者はあのままにもできないし、何か考えないと。また何か考える系か。あなたは？この辺りは昔採掘場として賑わっていたんだよ。あ、そうなんだ。何か採掘すんの？お、宝だ。ツルハシを手に入れた。マジでマーシャなんか採掘すんの？で、今度は何を作んの？何何何？この先の岬にある王立図書館には古代の本とか王宮にはない貴重なものがたくさんあるのよ。本当だよ。いや別に疑ってないよ。勇者置いてはいけないわ。あ、そうなんだ。ってことはやっぱあそこでなんかやる系か。採掘するか。何すりゃいいんだろう。勇者のとこまで掘り進めるってことか、マーシャの力で。そういうことか。どっからか掘れるんだろうな。掘り進めるんだろうな。あ、だからあの下に謎のスペースあったんか。こっから掘り進めんのか。このあたりって確か位置的にもうマーシャは何でもできるの。洞窟作るのか。次はマーシャ洞窟か。マーシャトンネルを作るのか。うん、これでいいわね。すごいわ。何でもできるな、マジで一人で。花火も上がるしね。マーシャトンネルが開通した。すごいわ。一人でそんな短時間でできることではない。貧弱な人でもこの山を越えられるように作りました。マーシャはもうすごいね。あ、もう簡単だもん。何の障害もない。おい、行くぞ、勇者。勇者を加えよう。さあさあさあ、行こう。マーシャトンネル。マーシャトンネルの、トンネルなんだ。すごいね。マーシャって、有名なんだ。とか、バカなこと言いそうや。マーシャって何でもできるんだ。すごい。山も越えられたし、ついに魔王城がすぐそこだな。やったね、私がその通りです。問題はどうやって魔王を倒すからだ。常識的に考えて魔王城に魔王を寄せ付けない結界はないわよね。今までと同じ作戦を使えそうにないし、情報を集められるようなところがあったら先に寄って行った方がいいかも。あ、またか。ここなんでしょ？王立図書館か。あれ、開かないな。カードキータイプの自動ドアタイプみたいね。なんだなんだ、お前ついにひらめいたか。いいこと思いついた。誰か出てくるときに開くだろ。そしたらその隙に入ってしまえばいい。おー、賢い。なんか犯罪者っぽいんだけど、誰か出てくる隙に入ってみる。早っ。今だ。挟まって死ぬんだろ。ハロルドは自動ドアに挟まれた。挟まれねえだ。自動で開くわ。勇者ハロルドは死んでしまった。まあまあまあ、そういうもんだもんね。分かってた上でだわ。分かってた上でやったわ。そりゃそんなハロルドが思いつくようなことが正しいわけないもん。こっちはマーシャ主人公でやってっから。ああ、ここで自由に動けるようになっちゃった。今のここは王立図書館。もともと先代の王が戦術を研究させていた。そうよ。ありがとう。そうなんだ。あなたは？勇者様は素手の拳で城壁をも砕くらしい。これはもう魔王の命も長くないな。話が大きくなりすぎて、もう何が何だか。本当だよ。素手で壁なんて壊そうとしたらもう死ぬわ。当図書館は初めてのご利用ですね。こちらで会員登録お願いします。はい。ハロルドは会員登録をした。それではこれが会員証です。入り口のカードキーになっていますのでどうぞ。じゃあなんでさ、もっとわかりやすいところでやっとけよ。なんでこんな図書館の裏でやってんの。おバカさん。行きましょう。うわ、だいぶ広い。図書館利用者。ここの書物には古い時代に失われた強力な技なんかも記録されてるって話だ。まあ読解が難しくて俺には無理だがな。まあお前なんか感覚で何でもやれそうだけどな。この本の読者に金の女神の祝福のあらんこと HP MP が全回復した。すごっ。本読むだけで？すごいね。すごい時代になったね。魔王の侵略を見かねた我らが
王はその身自ら討伐に赴いた。戦いは激しく一昼夜続いたが勝負はつかず、次第に互いを認め合い、ついに魔王と和平を結ぶに至った。すごっ、かっこいい話だな。王立図書館の蔵書にはそれ自体に魔力が備わっているものがある。扱いの慣れないものはその魔力に触れることにより軽いめまいなどの症状を起こすこともあるため、念のための注意が必要である。絶対死ぬじゃん。あ、これもかよ。って遅い。それが本の中に書いてあっても遅いって。ツッコミも秀逸かよ。マーシャは何でもできるな、本当に。ツッコミもできて、料理もできて、魔法も使えて、トンネルも作れて、橋も建設できるって、もう何もできないことないですね。あなたは強力な技を探しているの？そういうことならルキウスさんが詳しいんじゃないかしら。ルキウスさんはここの司書で奥の部屋にいるよ。ありがとう。ルキウスね。さすがに読めたぞ。どうしたの？あそこに本が載って落ちそうだろう。あれが落ちて俺に当たって死ぬと思う。鋭い。確かに。なるべく離れて刺激しないようにゆっくり行こう。振りじゃん。ゆっくりゆっくり。そーっと。確かあの本はこの後ろの棚に。いや、バカやろ。そんなやついねえって。ハロルドは可動式書庫が動いた衝撃で吹っ飛ばされた。って、そっち？もう、ツッコミも、リアクションもうまいわ。マーシャは何でもできるな。ああ、もうこっち側のパターンもそうなんだ。まあ、師匠の、なんとかさんに会いに行くか。ここは何もない空間なのか。まあ、とりあえずここまで無事来れたっていうことで、セーブだ。なんだ？なんと本棚の奥からエロ本を発見した。それはダメ。師匠は本を取り返そうと動揺して思わずハロルドにぶつかってしまった。バカじゃん。バカな一コマだな、今の。こっちは何なの？常に正面から挑むだけが戦いではない。時にはダミーの音や光などで敵を誘導するのも立派な戦術である。ちゃんとしたこと書いてあるんだ。まあいいわ、セーブはいいわ。あ、まあまあまあ、一応言っとくか。何ここの空間。何もない空間？落ちたりもしないわけね。なんですかここは。まあ、とりあえず。いや、何かご用ですか？そんだけ？そんだけ？お前、エロ本の下りだけ？特に押せたりもしないね。これを聞いてからとかじゃなくて？はぁ、ルキウスは私ですか？やっぱそういうことか。ちゃんとした RPG 要素あんのか？強力な技？ちょうど解明したのがありますが、これ敵を倒したりできるものではないんですよ。何でもいいので頼む。もうそれは、藁をもすがる思いで、事情が終わりそうですね。わかりました。ただし、それ相応に危険を伴う技なので、扱える資質があるかどうか試させてください。無理じゃん、もう。ここでは何なので、外に出ましょう。ついてきてください。いいでしょう、行きましょう。セーブしとこう。絶対死ぬでしょう。さて、どっちらの方が技を取得されますか？ハロルドに決まってんだろ。では行きますよ。まあこの程度に耐えられないようなら技を使っても自滅するだけでしょう。ルキウスは何やら怪しげな本を召喚した。いいだろう、やってやるぜ。イビルブックが出現。ハロルドがな、暴挙だよ。バーカエル127、それ絶対死ぬわ。それはどう考えてもこうなるよね。分かってた。遺言ネタ好きだね。そういうもんだよ。でこの間にエロ本を見ると、まあ別にそのくらい隠れてみるのは何とも思わないけど、むしろあんたの場合興奮して死なないかの方が心配ね。マーシャはできてんな、そういうところも。もう好きだわ。マーシャが好きだわ。さてマーシャに覚えさせよう。では行きますよ。まあまあ、マーシャならもう何でも耐えられるし、何でも倒せる。もうすでに。炎で。ファイアストームだよ。よっしゃ。マーシャ強すぎるよ。ホーリーバースト、もうすでにすげえ技覚えてんじゃん。お見事。それでは約束通り、
解明したてのヒゲをどうぞ。ありがとう。マーシは攻撃集まるを習得した。何それ。それを使えば敵のあらゆる攻撃を自分に集中させることができますよ。本来は重装備の聖騎士とかが使うので、間違っても守られる側の魔術師が使うものではないけど、黙っておこう。まあまあ、そう黙っておいた方がいいよ。だって行こうか。なるほどね。ってことは魔王の時はハロルドも普通に戦うってことか。OK。行きましょう。この先魔王領、無用の者の立ち入りを禁止とする。なるほどね。行きましょう。ちゃんとしたダンジョンなのか。割と長いな、本当に。いや、魔王城がどんくらい長いかわかんないけど、まあ、とりあえずこんくらいにしときましょうか。今回はこのくらいにしときましょう。とっても貧弱勇者2ゲーム実況でした。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。それではまた次回、別の動画で会いましょう。